ても通帳桁減らないんですよね。だって億っていうお金が通帳に入ってたら、例えばブランドもバーって使えても100万200万普通にカードで切っても別にその桁って大して変わらないじゃないですか。桁はね、桁は変わらないじゃないですか。桁は変わんない。だから感覚がおかしいになるんですよね。だから100万200万とか数百万レベルやったらパッと買って使うじゃないですか。でブランドも置いてバッグ買おうとかスーツ買おうとかってそんなバカバカやってたんですよその当時。でもある程度買って必要ないなと思って今は。おでその高いものもそんな欲しくなくなってる今は。もうそうですね、もうなんか大体買ったかなと